門提灯だって。あ、お盆がやってくるんだ。だからか。今日はね、曇りだけどね、お布団干してきちゃったんだよ。あの、雨がポツポツ降ったら全滅になっちゃうんですけど。リユースセンターっていうところがあるんですよ。リユースセンターっていうところが新町の方にあるんだけど、植木鉢とか引き取ってくれるんですよ。植木鉢。植木鉢ね。はい、右向きの矢印が出てますね。右向き矢印。安いかな、ベルクさんは。ベルクさん、蒸し暑くて赤ちゃん大変だ。でも自分の子供だったらどんな子供ができるのかなみたいな、まあ、そんな疑問が湧きますよね。で、顔が似てたりなんかすると余計可愛くなるんでしょうね。それじゃあね、またやりましょうか。またコロトン、またコロトンのカレーですけど。すごい分量。取っといてもいいんだけどね。
おっ、これ昨日切っといた。ちょっと黒くなってる。上に出てる部分。いいじゃないですか。しんなりした。あ、お湯は少ない。どうでしょうね。あ、すごいすごい。この工程は15分。はい、もういいでしょう。よし。とろ火か。とろ火やん。こうやってね。一皿分でね、食塩が 2g 相当だそうです。こんなんが全部体に入っちゃうんだから。ああ。血圧も高くなるはずだよね。はい、じゃあ盛りますかね。お、できてますよ。そんなにいっぱい盛らないですよ。このぐらい。
それじゃどうでしょう。ああ、美味しそうにできてますよ。このぐらい、このぐらい、このぐらい。あんまりたくさん持ってもしょうがないからね。はい、これ、これね、麻雀パイなんですよ。あ、一品。これは素晴らしい。これ、象牙なのかな？まあ、そんなわけないんですけど。あ、サイコロもありますからね。おー、何いっぱい。これ、全然使ってないから。開いてない。はい、じゃあカレーですよね。飲み物はミロです。ヨーグルト。はい、またカレー。ああ、うん、バーモントカレー。あ、蜂蜜入れるの忘れたな。昔のこたつ版っつんかな、あれがあるとね、セットしやすいんですよ。縁がついてるからね。カレー作るときは福神漬けとかラッキョウとかそういうのも買ってこないとね。ヨーグルトです。あー、おいしい。それじゃ、今回も美味しくできました。ご視聴ありがとうございました。